これじゃあランクル3台乗り比べ、最初はこのランドクルーザー80からいきます。まあ何かっていうと、まず一番乗り心地がいいからですね。250からランドクルーザーを知って、80とか70とか気になりますって人が結構おられます、実際。まあだからランクル80ってこういう車だよっていうところをまずはレビューしていきます。でこの後70で最後40っていう形でねやっていきますので。で僕はその40、70、80の3台を比べるならば、今買うべきはこの80が一番いいと思います。それは乗り心地であったり、サスペンションの構造であったり、でエンジン、足回り、まあいろんなとこ考えて、一番いいのは僕今80だと思います。まあまず普通の人たちに一番親しまれているのがコイルサスペンションですね。それを採用してくれているので、乗り心地が一番違和感ないと思います。実際に478並べて一番乗り心地いいのは80です。だから我が家もチャイルドシートは80についてるといった形。まあ、ちょっとカメラがどう揺れてるか分かんないですけど、非常に揺れも少ない。妻もこの乗り心地なら全然いいじゃんって言ってくれるような乗り味になってます。マイルドです、非常に。ただですね、今新車に慣れてる方々、カローラに乗ってるよとか、ハリアー乗ってる、ラブフォン乗ってるよ、あるいは他の新しいランドクルーザーに乗ってるよっていう人たちからすると、いやこれ全然乗り心地よくねえぞって感じる可能性は非常に高いです。だからもちろん30年前の車なので、乗り心地は比較的いいだけであって、乗り心地最高だねなんてのは間違っても言えないですね。ピョンピョン跳ねます。前後リジットアクセル、まあもう揺れるのは構造上当然です。だから揺れるの嫌だとか、昔のランクル乗りたいけどそういうこと言っとる人は、もう残念ながら古いランクルは絶対やめた方がいいです。で実際250とか300からランドクルーザー知って70、80欲しいなっていう人もいらっしゃるですけど、まあ、正直今現状の僕の考えでは、安易に手を出すのはやめとった方がいいです、本当に。まあ乗り心地の面だけ今は喋ってますけどね、全然揺れますし。でこの車は妻がメインで運転しとるんですけど、妻のご兄弟を初めて乗した時にはもうその最初にバスみたいだねみたいなことを、言われたと。まあそれが一般的な感想だと思います。ただ板バネとかランクル4070、昔のね方に乗ってる人間からするとかなり乗り心地がいい、まあそういった評価になるんですね。なので僕が乗り心地いいとか言っとるのを真に受けて、大丈夫だろうって言って買わないようにしてくださいね。はい。で静粛性とかも3台の中では一番いいかな。もちろん新型の車たちには遠く及びませんけど、非常に優等生、優等生っていうとおかしいね、難しいですね。で静粛性っていうとこですけど、遮音性は割と悪くはないんだけど、もちろん新車の今の現代のような車のような感じではないです。外のエンジン音も今、じゃあ次3速で踏み込みますけど、エンジン音もガシガシ入ります。まあそんなもんです。嫌なら新しいの乗ってくださいっていうだけの話。もう昔の車っていうのは車側が人間に合わせてくれないので、こっちが古い車に適応しなきゃもうとてもやってられんすよ。まあそれが万人受けしないよって僕がいつも言う理由ですね。まあその代わり運転はね、もう新型の車たちは絶対に味わえない楽しさがありますので、そこが欲しいなっていう人はぜひとも乗ってもいいかもしれないですね。ブレーキを踏みます。ブレーキはまあこんなもんだろうって感じかな。マニュアル車なんで僕はエンジンブレーキも一緒に併用して使いますけど、まあとりわけブレーキで困ることはないと思います。そんなスピードが出るエンジン車じゃないので。それじゃあ高速道路に向かっていきますね。はい。じゃあハンドル切ってみましょう。 U ターンします。はい。構造はトラックと同じハンドルの構造、ボールナットっていう構造ですけれども、まあこれも慣れかな。いっぱいハンドル切らなきゃいかねえとか、ハンドルが重てえとか、何を基準に評価されるかによりますけど、
これをハンドル重たいと思ったり、もうハンドルが忙しくてやってらんねえと思うなら、もうそれこそやめといた方がいいですね。そのあたりはしっかり考えた方がいいですね。今3速ベタ踏みです。高速に合流します。100キロ制限ね。いい音するでしょう。これをうるさいって感じちゃうのか、それともいや面白って感じるか、まあそこがもう旧車と新型車を買うべき人の分かれ道かなって思います。まあ用の一般的な理論だとね、車って静かな方がいいものみたいな感じになってますけど、旧車に乗ってる人たちにそういう常識は通用しませんので、そのあたりはちょっと考えた方がいいかもしれないですね。今、まあどれぐらい音声拾っとるかわからんですけど、音はバシバシ入りますよ。はい、今80キロ巡航。まあとりわけ問題はないんですね。この80は6インチ上がってますので、補正部品が入ってないとかなりハンドルは取られたりフラフラになると思います。足回りカスタムするなら、まあお金はかけた方がいいですね。サスペンションだけとかそんな風でリフトアップするといろんな弊害出てきますので、まあそのあたりはショート動画にしてあるんで、その辺で見てもらえればいいかなと思います。じゃあ追い越し車線で少し100キロにしてみましょうか。はい、普通に100キロ出ます。エンジン音はうるさいです。まあそんだけです。ただ加速は遅いのでね。はい、まあ僕の80はノンターボのディーゼルなので、ターボついてないので全然踏み込んでもゆっくり速度が上がっていく感じですね。まあ高速で使う分には何ら不自由しないかなと思いますよ。まあ音が気になっちゃう人は気になっちゃうかね。ディーゼルエンジン、まあとりわけこの HZ エンジンってのは2000回転超え出すとかなりうなるんで、慣れてない人は嫌かもしれない。まあそうすると80っていうのはガソリンエンジンとかオートマもあるので、そのあたりで自分に一番合うものをね選ぶといいと思います。250とか300みたいに静かに速くて快適ってのはないです。でもはっきり言ってめちゃくちゃ静かですよ、80なんて。こんな快適な車ない。僕の中では超高級車、まあ一番下のグレードなんですけどね。まあジレンマがあるのはランクル80は今グレードが下の方が値段が高いっていうのがまた面白いですよね。でこのディーゼルエンジンもですけど、普通に何にもしてない状態だともろ排ガス規制引っかかるので都市圏は乗れないです。東京、愛知、大阪、あるいはその周辺8都府県が該当するかな。はい、乗れないので、そういう意味でも80に乗りたいよって人はガソリンエンジンっていう選択肢をね取れるってのも80の魅力。昔の70とか40はディーゼルしかないので、基本的にそこを選べるってのも80の強み。燃費は悪いですね。僕のディーゼルのマニュアル車で567行けばいいぐらい。まあこれを悪いと取るかどうかはお任せします。まあ、周りにあのガソリン車のオートマの80乗ってる人がいたら聞いてみてください、燃費。俺の80かリッター3かな、はっはっはとか笑って言われると思います。まあ大体そんなもんですよ。でも手放さないでしょ80を、みんな。それは所有すれば多分分かりますね。これよりいい車ってもう今の法規制上未来永劫出ないでしょうね。なんで80乗ってる人が300とか250買わないか、まあ、それは80を所有すれば身をもって体験できると思います。もう口だけじゃ分かんないからね、こういうのは。分かってんすよ、250、300がいい車なのは分かってんだけど、じゃあ80を超える魅力というか体験というか高揚感が得られるかっていうと絶対無理だと思う。まあそれも人の価値観ですから、僕はその古い車のね乗り味だとか操る楽しさに興奮しちゃうタイプなので。今でも覚えてますもんね、ランクル70のマニュアル車、今うちにあるやつを乗った時の高揚感っていうのがね。でこう運転席から眺めた景色みたいなものは、純正車高じゃないからちょっと参考になるか分かりませんけど、まあさっき言ったように、ナビックの6インチアップのサスペンションが入っとるので、
まあ、大体トラックと同じぐらいの高さになるわけですね。ランクル300や250よりはるかに高い位置にまだ目線があると思ってもらっていいんですけど、慣れとるもんで何とも言えないんだよね。見晴らしはそりゃいいのかもしれないですけど、まあ見やすいっていうか僕はこれが当然になっちゃっとるので、まああと試乗車で250とか300乗った時も目線が低いので、その辺は新鮮だなと感じることはありますね。ただボンネットのね先端の方は見えてますので、まあ、ちょっと80はこうカーブで入るので、ジムニーだとかランクル70みたいに あそこがボンネットの本当に角だなってのは見えない、そこまでは把握できないですけど、まあそう困ることはないですね。サイドアンダーミラーもついててあの辺だなっていう目安もつくし、僕の場合はねフロントのグリルガードがあるのであそこがフロントの先端だなもわかるし、運転してて特に困ることはないですね。小回りが効かないっていう人もいますけど、どうだかな、別に困らないけどね。そういうもんだと思って運転してるからなのかな。もう運転すればするほど慣れてくるので気にならないかと思うんですけど、お、あそこの関車に乗ってるのは新しい70っすね。トラックのタイプ、トラックのタイプ国内に出なかったですね、残念ですけど。ダブルキャブのトラックとシングルキャブのトラックが運ばれておりました。まあ、この辺藤松工場は近いのでね。あ、でもライブしてるとね結構70、80古いやつ買いましたっていう人がいるのでね、そこは正直嬉しくはなってきますよね。まあ、ただ最初にも言ったように本当に万人にはおすすめしないので、本当 SNS に出てくるようなランクル80とか70とか古いやつね、かっこいいなってなることがもしかしたらあるかもしれませんけど、その裏側じゃいくら使っとるかわからんですからね。修理でこんだけ使ってるしね、実は故障ばっかり全然乗れてませんでしたとか、そんな人ざらにいますのでね、何百万もかけて買ってみたら実はそんな車でしたっていう風で、ランドクルーザーってまあクソみたいな車だなみたいにはなってほしくないんですよね。だからまずは、まあ僕もそうでしたけどね、プラドから入った人間なんで、まずは新しいランドクルーザーでランドクルーザーっていうのを体験してもらって、でそのままね新型が好きだっていう風になってってくれれば健全でいいんですけど、まあランドクルーザーっていうのは残念ながら本当新型だからいいものですみたいなのが全然通用せんくて、もう仮に古い方に足突っ込んじゃうとえらい目に遭うので、まあ、僕自身がもうえらい目に遭っちゃってるんですけど、あんまり古い方にはね興味を持つべきではないとは思うんですけど、まあ、ただ誰も古いランクル紹介しないってのも、いやそれも違うよなと思う、まあなんか矛盾というか葛藤というか難しいんですけどね。昔はいやいや200系やらプラド買うなら70か80だろうみたいなイケイケだったんですけどね、まあいろんな人の話を聞くうちにいろいろ考えは変わりましたけど、お前それは誰でも維持整備できる車じゃないんだぞって、僕はただね周りの環境とかに恵まれて70とか80とかを無事に今まで大きなトラブルもなくね維持できてるので、まあ運がいいってのもありますけど、あ、ランクル80のマニュアル車に乗る人がもしいればね、ランクル80のトランスミッションは、まあ、割と70とかよりは乗用車寄りなので少し繊細ですね。なので2速と3速は特にシンクロギアっていうのが傷みやすいので気をつけてください。4速5速とか、まあ1速は荒くしてもいいってわけじゃないけど、そんなに気をつかなくてもいいかなと思います。ただシフトをアップしていく時の2速と3速、特にうちだと3速ですね、で2速のシンクロもめちゃめちゃダメになりやすいので、まあ中古車買う時も2速は特に注意した方がいいから、2速3速かな、はい、下ろす時は全然、シフトダウンの時は僕は全然いいんですけど、まあそのあたりもねランクル80乗っていくうちに
癖ってのが個体差あるので、その辺はオーナーが分かってくると思います。あとマニュアル車の普段使いがっていう話がありますけど、普段使いするならオートマですよねっていうけど、いや別にマニュアルでも全然使えるからって僕は言いたいけどな、何も変わんないっすよ。大丈夫だからね、我が家3台ともマニュアルだから、何にも困ってない、何にも困ってない。妻も運転できるし、その辺ピュって遊びに行くのも旅行も遠出するのも、いや全然いいって、何も問題ないっす。はい、まあ渋滞の時もめんどくせえっていう人もいますけど、どうなのかな、もうそこは人によって価値観が違うので何とも言えないっすけどね。ただマニュアルを本当は乗りてえのにオートマ乗るのはもう本当、周りの人を見渡すと100台あって1理ないっすよ。もうただただマニュアルいいなとか言って終わるだけなんで、マニュアルにちょっとでも乗りたいと思ってるなら本当妥協しない方がいいですね。そこは強く訴えたいとこであります。はい、それじゃあ80はこんなもんですかね。特に優秀すぎてね語ることないんだよね。はい、じゃあ次は70いきますのでね。